珍しく夜7時からの記者会見でしたね。仕事終わり、学校終わりに見やすいようにという配慮でしょうか。そしてスーパーライジン、ライジン38の前にライジン39のカードを発表しようというね。これは9月25日、選手らの登壇ありそうですね。まず、驚きの発表ありまして。笹原さん首、お疲れ様でした。と、はい。格闘技大好きアナウンサー、フジテレビの鈴木義彦さんがフリーになり、ライジン入り。 格闘技のアナウンサーがもともとしたくて入社したので、後悔はしたくないとの思いから、思いが溢れ涙を流しておりました。昔からガチ格闘技ファンというのは有名でしたからね、ファンも納得なんじゃないでしょうか。そして榊原社長、ライジンが今後フジテレビで放送しないとまだなったわけではないと、本格的には決まってないというだけだと思いますが、そうおっしゃっておりました。SNS の個人アカウントも昨日、 シレットを解説したと鈴木義彦アナウンサー言ってたんで探してみたんですがまだちょっと私には発見できなかったですそしてここから鈴木義彦さんの司会でいきます笹原さんはクビになりましたのでと榊原社長年推しのギャグも入れつつ司会だけクビになってもちろんライジンはクビになっておりませんそしてライジン39のまず概要10月23日日曜日マリンメッセ福岡栄冠4年半ぶりの福岡 鈴木義彦アナウンサーは1日20回ぐらいライジンのホームページチェックしていると、本当に格闘技好きなんですよね。そして今回はこの選手のみお越しいただきましたとしまして、牛久潤太郎選手の登場。そして本日は全部で5カードの発表となりまして、1つ目、手塚元信選手 VS メイマンマドメフ選手、アゼルバイジャン第3の資格らしいです。バンタム級。2試合目、安倍大地選手 VS 田村響,樹選,手田村響樹選手は元シュートウェルター級の環太平洋チャンピオン、僕、宏鉄さんとか、や千ちくんと同じですね。そして今は、えー、福岡でやってるので、地元枠といったら失礼になりますが、地元の選手になりますね。ここまで38戦、16勝、13敗、9分け、ディープとシュートでやっていると。で、今月の11日に、シュート香川大会で登壇し、 強い選手が集まるアルファベットがつく団体で戦う用意があると言っていて今考えるとこれがライジンだったわけですねそしてケラモフ選手 VS この間関哲也選手と戦った中原良樹選手4試合目は武田浩司選手 VS ザック・ゼンイン選手ザック・ゼンイン選手は過去ベラトールでムサイフ選手との試合を欠場し寸前でこの間のライジンハワイ大会トライアウトで佐々木君と充実していた選手になりますね 胸に中国語で愛って書いてある。そしてラストが牛久潤太郎選手 VS クレベル小池選手になります。来たタイトルマッチ牛久潤太郎選手からのコメントは僕がチャンピオンになって1年この小池選手と試合できることを嬉しく思っている寝技の決定力が高い選手相手のペースにはまらず自分のペースで戦うクレベル選手が海外に行く飛行機の時間僕はずっと練習をしていたので自信がありますと。 そして今大会全部で12、3試合になるとのこと。そして11月に名古屋でも大会あり。10月早々には詳細をお伝えしたい。で、ラスト、笹原さんからの一言で。僕はクビになりましたけど、強い思い出。鈴木義彦アナウンサーが来時に帰ってきてくれたので嬉しい。と。そして笹原さん、今日誕生日だったということで、ケーキが用意されておりました。55歳とのことです。榊原社長は58歳。 ジャン・サイトさんは、鈴木義彦アナ、ライジンを信用しちゃダメですよ。ハッシュタグ、このツイートをすぐに消しますと。で、一般の方が、早期退職1億らしいな、フジテレビは。ちょうどいいタイミングだな。これに、ジャン・サイトさん。フジテレビの早期退職1億円は、50歳以上の話だから、鈴木アナは対象外ですと。ジャン・サイトさん、なんでこんなこと知ってるんでしょうか。岡田亮選手は、スーさん。鈴木義彦アナウンサーのことですね。男泣き、大企業を辞めてまで、 格闘技とがっぷり4つの人生を生きていく葛藤と覚悟が垣間見えました素敵だと思いましたとツイート川尻達也さんはライジンを実況するためにフジテレビ大社点々点鈴木アナお帰りなさいクレベル小池選手は私の日が来ました10月23日にお会いしましょうとツイートしておりますはいということで皆さんいかがだったでしょうかちゃんと格闘技路線に戻ってきたんじゃないでしょうか チケットも VIP10 万で、その下が3万、2万、1万円と戻りまして、でも、この間、中島大志選手のインスタライブを見てたら、 ファンクラスは未就学児はお金取らなくて、ライジンはそれでも1万円かかると言っていて、中島大選手お子さんいらっしゃいますので、そしたら出場選手の子供から金取んなよっていうねコメントついてて、確かにその通りだなと思って笑ってしまいましたが。あとね、私、牛久潤太郎選手もちょっとあり得てくるように思えてきましたね。あと、武田浩二選手全力応援したいと思います。皆さん今回の会見の感想と勝敗予想などありましたらぜひコメント欄にてお願いします。